はい、皆さんこんにちは、タイプ D です。今回はじゃん、こちらフィットネススマートウォッチベヌー SQ2 というものを買いました。久しぶりのガーミンのスマートウォッチです。ガーミンのスマートウォッチというと、以前にガーミンのビボムーブ 3S をレビューしたと思うんですけれども、それに続く2代目のガーミンのスマートウォッチです。全フォン10にペアリングして使おうと思って買ったものなんで、よろしくお願いします。箱はこんな感じですね。特に特段と特徴はない以前ビボムーブ 3S を買った時もこういう箱だったんで、それではいざ開封で、はい、中に入っているのが早速出てきましたね。スマートウォッチ本体、こうだな。これと、あとこちらに入っているのが見慣れた充電ケーブルですね。ビオムーム 3S の時と同じです。ではこの表面のこのペリペリを剥がしていきたいと思います。ペリ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 を、これがスマートウォッチ本体ですね。例えば他に付属品は、あ、あった、ありました。はい、謎の紙。それじゃあこちら開封してしばらく使ってみようと思います。では、どうぞ。はい、というわけで、こちら、ガーミンのスマートウォッチ、しばらく使ってみました。その結果ですね、このスマートウォッチ、なかなかいい感じのスマートウォッチです。ちょっと見た目は安っぽいんですけれども、見た目に安っぽい点を除けば、かなりいいスマートウォッチだと思います。というのも、このスマートウォッチ、スイカ使えるんですよ。スイカ使うことができるので、これで改札を通ることができます。それ以外にも電子マネーとして使うこともできるんで、このようにスイカが使えるっていうのはかなり大きいと思います。で、それ以外にもこのように様々なモードがあって、これがタイマー、これが電源、これが起動、これがロック、で、これが DND ということで、通知オフにするやつですね。で、これを押すと携帯を探します。このように携帯を探すことができます。それ以外にもここの Bluetooth のところを押すと、スマートフォンとの接続を切ったりつけたりすることもできます。それ以外にもこの上のボタンを押すと、このようにお気に入り登録したスポーツ用 の情報が出てきます。このスポーツのところに関してはまだ詳細なテストができてないんですけれども、このスポーツに関してもかなりいい感じにできていました。 GPS とかもちゃんと使えてすごくいいと思います。ただ僕自身はスポーツあんまりやらないんで、ちょっとこの辺があんまりちょっと微妙っちゃ微妙なんですけども。で、下のボタンを長押しすると、設定画面に行きます。ウォッチフェイザー、アラームタイマー、履歴。こう下のところを押すと、設定画面に入ります。アクティビティ&アプリ。ということで、ここから、アクティビティのアプリが、さらに追加できますね。ビジェットということで、このビジェットの後に紹介するんですけど、このビジェットもここから並べ替えができます。で、並べ替えだけじゃなくて追加もできるので、このようにたくさんありますね。ビジェットコントロール、これは先ほどの画面ですね。で、ショートカット。これもまた後ほど紹介するんですけれども、こちら側に、ね、スワイプすることでできるやつです。公式心拍計、センサー、ワイヤレス接続、ユーザープロフィール、セーフティー&ドソラトラッキング、ライフログ、バッテリー管理、システムという感じで、ここから詳細な設定ができます。このスマートウォッチ、意外と画面大きいので、なので結構設定とかしやすいですね。で、上下にスワイプすると、このように、ショートカットに行きます。ここから心拍とかステップとかボディバッテリーとかいろいろと見られます。特に僕が要請するのがこのボディバッテリーという機能で、このボディバッテリーを使用することで、現在自分の体力がどのくらいあるかなっていうのを数値化して用意してくれるんで、さらにソニーのメラスギーと比べて、このボディバッテリーの表示がすごく正確なんですよね。ちゃんと、ね、寝たら 100% は、ね、回復するし、あんまり寝れてない時は 80% くらい程度しか回復してないし、結構疲れた作業するとボディバッテリーでガンガン減るしという感じで、結構正確なんですよね。この辺はすごいと思います。で、カロリー、ストレス、睡眠、血中酸素濃度も測定できます。で、呼吸数、習慣、運動量、ミュージックコントロールという感じで、で天気通知と、天気も結構細かく見れるんですよ。このように現在の気温とかはもちろんのこと、このようにこの後の時間の天気とか、後々の天気とかも見ることができます。これなかなかすごいですよね。で、ここからはスマートフォンの通知を見ることができて、で、こちら側に行くと先ほど言っていたショートカットですね。
今はミュージックに設定してるんですけども、これ以外にもスイカとかいろんなものを設定できます。というわけで、このスマートウォッチしばらく使ってみたんですけれども、結構いい感じです。僕は気に入りましたね。ただ、何度も言うけど、このスマートウォッチ見た目がちょっと安っぽいんですよ。ちょっとわかるかな、この見た目。なんか、普通に3000円、4000円くらいで売ってそうなスマートウォッチなんですよね。見た目が。見た目がちょっと安っぽいんで、ちょっとそこが気になるところなんですけど、見た目の安っぽささえ気にしなければ、このスマートウォッチ、本当にいいスマートウォッチだと思います。というわけで今回は、ガーミンのスマートウォッチのレビューをしていきました。どうですかね ?1 年前に発売されたスマートウォッチなんですけど、かなりいいスマートウォッチだと思います。ということで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。では、また次回。